どうもポンポンみゆりです。というわけで今回は、静岡に帰ります。はい、っていうのは冗談で、実家にね、帰省するっていう意味で帰りたいと思います。3月はちょっとある用事があって毎年帰ってるんですけど、ちょっとね、今帰ってきてから前振りを撮ってるんですけど、まあね、実家での1日とか実家で何をしたか、こう動画撮ったりしたので、そちらをね、ぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。私ちょっとびっくりされるんですけど、4人兄弟の一番上なので、弟の声とか妹の声がね、結構入ったりとか、母上の声が入ったりとかするんですけど、あんまり気にしないでサクッと見ていただけると嬉しいなと思います。でね、すごい方言が多分出てるかな、ちょっと分かんないんですけど、出てるかもしれないんですけど、静岡のね、方言がかなり出てるかもしれないので、その辺もちょっと多めに見ていただければなと思います。それでは最後まで見てくれると嬉しいです。どうぞ。はい、ということで、今パソコン、今動画をアップしてます。テレビシャムダン消してあげるか。本当に何時に出る？もう出る？3分。40分。今39分だよ。45分でも間に合うだ。この間で何待たされたの？なんで？ね、何時なんて？なかなか出てこないだろ。ねえ、今日は。いいや、非公開でそのまま放置してこう。鍵。ちょっと出かけます。鍵。カレー。カレー。いただきます。うまい。もうご飯それで終わりだけど、どうする？あ、オッケー、これで足りるかも。足りるかも。そんな気がする。これキノコの味する？どれ？しないよ。辛い。何ドレッシングだ？ごまどれ。ごまじゃないよ。オニオン。これしかないでしょ。それしかない。オニオンとねや。はい、ごまどれ。そう、ごまどれを買おうと思ったの。オニオンドレッシングみたいですかね。それよ。キノコ書いてあるからさ。ハンドクリーム塗れ。めっちゃ笑っちゃった。ないな。飽きちゃった。おはようございます。ちょっとメイクします。8時に出るって言ったのに、今何分だ。8時10分。完成しました。前髪にそういうこと言ってる。はい、メイク完成したので、髪型をやって家から終わります。出るらしい。終わります。今からわしの弟を紹介します。じゃーん。あ、さっき手洗っちゃったんだよな。ね。元気？元気。かわいいなお前。本当はもっとわんぱくなんだよね、うん、なのに急にね、静かになっちゃったね。おじいちゃんが、なんだっけ、知り合いが飼えなくなったワンちゃんを引き取った。あ、そうなの？そう、らしいよ。知らなかった。だから血統書付きのいい犬をね、引き取ったらしい。らしいよ。よかったね。地域活性化の起爆剤。すげー、地形。はい、ということでね、今から
帰りたいと思います。占いも行ったんだよね。うん、わしだけ占い見てもらって、母に勧めてもらった人に見てもらってまあ結果はね、またなんか どっかの動画で言えたらなって思います。そうね、ご飯ちょっと食べて買い物して静岡に、じゃあ東京に帰りたいと思います。はい、というわけで静岡に帰ってきました。久しぶりにね、実家に帰って、あの母とか妹弟とかに会って、すごくね気分が楽になったというか、楽しかったなって思います。やっぱね、実家はその何もしないでもご飯が出てくるのと、もうお風呂を洗って準備しておいてくれるっていうのが、もう本当にね、なんかもう、は、人の温かさってこういうことなのかってすっごい思いましたね金土日と言って、もう日曜日今日帰ってきたんですけど、これからねまたしばらく夏も帰るかちょっと決めてないので、あのしばらくね家族の方とかに会えないと思うので、またしっかりちょっと一人で頑張っていきたいなと思います。もうね、なんかみんなが見てくれるから、ほんと一人暮らししててもう全然寂しくなかったりとか、あのする部分もすごくあるので、やっぱ視聴者さんにはねすごく感謝してます。ありがとうございます。というわけで、すごくモチベーションも高くなって、やる気がすごく出たので、やっぱ家族ってね大事だし偉大だなってすごく思いました。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひこの動画を楽しんでくれた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。